ただいま。やっていきましょう。セカンドノベル、彼女の夏、15分の記憶です。やっていこう。この人は別に彼女ではありません。はい。やっていきましょう。店長が BGM 変えたせいで急に深刻な感じになった。あ、やっぱそこだよね。ですよね。はい、雄一のことです。そうだよ、ゆかり。雄一くんと私は付き合っていた。言っちゃった。いや、違うか、付き合おうとしていたね。ドメカのしとるやないか、ゆかり。ドメカのしとるやないか。被弾なっとるやないか。綾乃さんはゆかり先生と雄一の仲について気がついていたんでしょうか。知らなかったと思う。でも、それを綾乃さんは目撃した。ゆかり先生はうなずいた。じゃあ雄一はやっぱゆかり先生のことが好きで、ゆかり先生も雄一のことが好きで付き合おうとしていたタイミングだったってことなのか、それは現実として事実なのか、ゆかり先生が嘘を言っていない、信頼できるという仮定を、前提を置いた上で考えるとね。その可能性はあるわね。誰かから聞いた可能性もある。でも誰かからそのことを聞いたにしても、それをあの物語に組み込むものだろうか。加えてあの図書室の部分は物語全体の流れから浮いているように見えた。変にリアルなのだ、あの箇所は。まあ、リアルかってかって、うん、まあなんか、うん、いきなり飛んできたなっていう感じはあったけどな。ここだけ飛んできたなみたいな感じは。マジか、そんな素振りなかったのにっていうのはあったけどね。うん、これ綾乃さんが雄一のこと落としてたりしないよね、ドンって。そういうあれはないよね、さすがに。可能性としてはやはり綾乃さんが目撃した可能性が高いのだろう。雄一くんが私と抱き合ったのは、雄一くんが屋上から飛び降りた日の出来事だった。ああ、じゃあこの日に雄一が飛び降りるというのは現実ではそのタイミングで合ってるの。あの日、当日ですか。でも飛び降りる理由がないよね、それ。最後のチュってこと？最後のチュっていう。そういうあれですか、最後のキスだったってこと？そう、あの日。あ、あなたの方から。私の方から雄一くんに口づけしたの。私が雄一くんを抱きしめたのはあの日の一度だけ。うん、先生がたくさん飲んでたのは酔わなきゃ話せないっていうことなんだろうね。先生から一つ言えることは、花火のシーンに雄一くんがいたということは、必ずしも現実に起きたことを物語は再現してるわけじゃない。ってことは、これは綾戸さんが思っていた理想なのかな。ということ、自分のしたことでこれを確信できるのは皮肉なものだけど、うん、でもゆかり先生は信頼できない。そういうカードもあるもんな。わかんないな。そっか、現実では図書室で雄一と先生が抱き合った後、雄一は屋上から飛び降りた。意味がわかんないよね、このつながりが。物語では図書室の場面の後、雄一は綾乃さんと抱き合っている。うん、こう見ると雄一相当ひどいやつだけどな。現実と物語では起きていることが異なっているのだ。雄一モテるな。雄一は先生のことをどう思っていたんでしょうか。ゆかり先生は首を横に振った。その質問に答える資格は私にはないから。資格ね。
あのあと屋上から雄一くんは飛び降りた。自殺。それが現実に起きたことなんだから、ゆかり先生はよくまだ教師を続けてられるね。それでその高校で心がぐちゃぐちゃにならない。そんなの。先生は顔を伏せていった。僕が図書室で雄一のことについて先生に尋ねたとき、ゆかり先生は泣いていた。先生は一人にしてとあの時言った。僕は先生に声をかけることができなかった。そこは僕が立ち入ることのできない雄一と先生の領域だと、そう思った。先生もいろんなことを抱えている。抱えて今に至っている。当然なんだけど、当たり前なんだけど、そういうことなんだ。すっかり遅くなっちゃった。ごめんね、付き合わせちゃって。いえいえ、僕も久しぶりに飲みましたし楽しかったですよ。先生同士とかはそういうのあるんですか？やっぱりエロ教徒と。まあ何か会合があればかな。あんまり自分の方から進んではないかもしれない。まあお仕事の付き合いっていう感じね。エロ教頭もいるし。そこは共通認識ね。そうね、変な先生もいるし。変な先生。でも考えてみれば変な感じよね。変な先生って何？エロ教徒って言わない。変な先生。昔は先生と生徒だったのに、こうして何年か経てば一緒にお酒を飲んでたりするんだもん。それが待てれば雄一と結婚することも付き合うことも大手を振ってできたんだろうに。待てればね。教師って楽しいですか？お、なんか君もらしいことを聞いてくるようになったな。感心感心。先生、実はね、雄一くんにも同じこと聞かれたことがあるんだ。でも私が答える前に雄一くんは先に行っちゃった。その雄一が直哉だと俺は睨んでいるんですけど、どうなんですかね。ずっと保留したままなの。先生。でも直哉くん。ゆかり先生は表情を落として聞いた。はい。直哉くんはこれからどうしようと思ってるの？答えてくれなかったな。直哉くんもずっと会社を休んでいるわけにもいかないし、いつか向こうに戻らなきゃいけないよね。まあそれは。そうですね、もちろん。綾乃さんの物語に結末はあるのかしら？それは正直言って分かりません。でも。でももしかしたら物語の終わりは近いのかもしれません。どういうこと？結末と物語は違うということを言っている。物語の終わりはセクション4の物語を話した時、綾乃さんは一度物語はここで終わりと言いました。先生はうなずく。でも一度終了したと思った物語はその後さらに続きました。選択肢が増えていったんです。無限に増えるね。先ほど先生は現実の行動が綾乃さんの物語に影響しているかもしれないと言いました。実は僕にも強い確信があるんです。現実で初めて選択肢があの時出てきたから、抱きしめるとか唇をっていうのとか、あそこに新しい選択肢が。でも現実か、戻せないか。時間はゲーム的には戻せるけど。確信。はい、セクション3の終わり、もう一つの選択肢、雄一と口づけをしなかった物語。
あの選択肢は僕が綾乃さんを抱きしめた後に生まれました。抱きしめたとか伝えたっけ？あれなんかあんまり聞かないとか言って伝えなかった気がするんだけど、言っちゃったよ。抱きしめました。キスもしました。直也くん、先生の勘は当たっていたんです。すごいですね。やっぱりこの物語がどういう展開をして、そして終わるのかは僕には分かりません。先生やっぱ胸大きかったわ今。今ちょっと目いったわ。すいません。エロ教頭です。でもそれがどんな展開であろうとも、僕は綾乃さんの物語を最後まで見届けたいと思います。うん、その責任があるんです。うん、今のところ投げ出した実況は、まあ、ボツにしたのはたくさんあるけど、投げ出した実況はないね。30パートとか取って途中でやめたってやったのはないから、俺はその責任があるんです。ゆかり先生は僕の目を見てうなずいた。どんなに難しくてもクリアしてきたよ。アストラルチェーンのハードモードとかね、風化雪月のルナティックとかね。先生と別れた帰り、僕はいつもの自動販売機でコーヒーを買った。学校に行き、校庭の隅に腰を下ろし、空を見上げる。大きく丸い月が屋上を青白く照らしていることに気がついた。満月か。屋上あたりからは、きっと綺麗な月が見えるだろう。物語上もいつも月満月だけどね。屋上。屋上。先ほど僕は物語の終わりは近いかもと先生に言った。なぜか根拠はある。セクション4、屋上から二人が飛び降りた物語。綾乃さんはこの物語の結末を語った後、もう一つの結末を言った。そしてセクション3、階段の噂。綾乃さんはこの物語ももう一つの結末を加えた。でも結局のところ、綾乃さんの物語はセクション4から進んでいない。増えたのは選択肢、いくつかの物語のバリエーションが増えただけと見ることもできる。もし明日綾乃さんの物語が進まなかった場合、それはもう物語は完結したと言ってしまって良いのかもしれない。もしそうだとしたら、僕は役目を果たしたのだろうか。先生に綾乃さんの物語を最後まで見たいと僕は言った。では見届けたら、役目を果たしたとしたら、何をするべきなんだろう。校庭から屋上を眺めた。もちろんそこには誰の姿もなかった。あそこから雄一は飛び降りた。雄一が屋上から飛び降り死亡したと聞いたとき、僕は何もできなかった。いや、違う。できなかったじゃない。何もしなかっただ。雄一の葬式に出、誰とも会話をしないで家に帰った。雄一の死後、学校を休んでいた綾乃さんの家に行くこともなかった。雄一が飛び降りてから1週間後、後を追うようにして綾乃さんも屋上から飛び降りた。僕は
その時何をしていたのか。何もしなかった。全く何も。耳を塞いでいた。何もしなかった。逃げ出したのだ、自分の周りから。あれから数年経って、また僕はここにいる。一体自分は何をしているのだろうと思う。綾乃さんに対して自分が過去にやり残したことをつなぎ合わせているのだろうか。それとももう一度壊そうとしているのだろうか。綾乃さん、綾乃さん、綾乃さん。綾乃さんに嫌われてはいないと思う。多分。では好かれているのか。わからない。僕のしたことはその場の勢いだったのか。違う。勢いで彼女を抱きしめたりはしない。昔から、ずっと前から。綾乃さんのことが好きだった。でも、と僕は思う。綾乃さんと一緒に過ごすということは、彼女のすべてを受け止めるということだ。これが物語なら、二人は一緒に暮らしましたとさ、めでたしめでたしで終わる。でも現実を見ろ、考えろ。綾乃さんは一人では生きていけない。綾乃さんの両親、お母さんも時間が経てばやがて亡くなってしまうだろう。綾乃さんと一緒に過ごすということは、これから月日が経ち、僕が30歳を超え、綾乃さんが30歳を超え、僕は40になり、綾乃さんは40になり、僕が老人になり、綾乃さんも老人になるということだ。それでも綾乃さんは高校生ということだ。ずっと彼女と過ごすということだ。その意味を本当に分かっているのか、できるのか。また逃げ出すんじゃないのか。逃げ出さないと言い切ることはできるのか。僕にその資格はあるのか。その覚悟はあるのか。本当にその覚悟はあるのか。結論を出さないといけない。僕は缶を地面に置くと4歩後ろに下がり、走りながらそれを蹴り上げた。小気味よい音を立てて、それは空き缶入れの中に吸い込まれていく。音は校舎に届き、残響となって辺りに響き渡った。直也はもう好きだというのを自覚したところからですね、完全に受け入れて認めたところ。ただその上で彼女にそれを伝えて共に過ごしていく勇気、決断、覚悟、それがまだないのか。でも時間もないのか。これ、あ、よかった、小説解放されたりするかなと思った。6つ目の謎の小説みたいな、そういう展開があるのかなと思ったけど、そうでもなかった。 OK、 はい。いやー、なんか終盤に向かってはいるんですが、ガーだよ。別に、あ、進めちゃった。間違えたな。は？え？あ、なに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 ？え？勝手に進んだ。は？
はい、一旦休憩します。はい、ちょっと待って待って予定外のことしないでカード見ようとしただけなんだけど、ちょっとなんか勝手に進んじゃったよ。はい、カードまだこの列全然余ってるし、ここも余ってるしで、歯抜けが多すぎるんで、全然まだもう一セクションあるレベルかなっていう、ここだけ見るとまだまだセクションあるかなっていう気がするんだけどね。ここも抜けてるしな、なんだろうなっていう気がするんだけど、終わりっぽい雰囲気を迎えてる。この実況をどこで最終回とするかなっていうのはちょっと考え物のところがあるんですけど、難しいね。無課金エンドみたいなのあるのかなっていうのをちょっと考えながら見てるけど、新エンドとノーマルエンドみたいなのあるのかなっていうのを思って見てるけど、一本のストーリーだけだとなるとどこで切るかは悩ましいなっていうふうに思ってますけどね。はい、ありがとうございました。ありがとうね。